面白くなくても聞け。こんばんは、伊集院光です。番組に先立ちまして、リスナーの皆様へお詫びがございます。先週の生放送中に私伊集院光が提案しておりました、家庭用腸内洗浄機を使用したバラエティ企画の数々についてでございますが、生放送終了後、番組スタッフ各位と検討をいたしましたところ、当番組担当プロデューサー、池田隆夫より肛門にチューブを挿入し、大腸へ生理食塩水を注入しながらの放送はあまりにもやりすぎなのではないかとの意見が出されました。これに関しまして、私は伊集院光の方からはですね、肛門にチューブを挿入し、大腸へ生理食塩水を注入しながらのバラエティ番組にこそ、興味があると、主張いたしましたが、池田プロデューサーより、肛門にチューブを挿入して、大腸へ生理食塩水を注入しながらでなくても、普通の企画をしてくれれば良いのだと、強いこう要望をですね、受けるに至りまして、家庭用腸内洗浄機を使用したバラエティ企画、これ中止という形にですね、せざるを得ないという、プロデューサーが、こんばんは、伊集院光です。番組に先立ちまして、こんばんは、伊集院光です。番組に先立ちましてですね、リスナーの皆様にお詫びがございます。先週の生放送中にですね、私伊集院光が提案しておりました。家庭用腸内洗浄機を使用したバラエティ企画の数々についてでございますけれども、生放送終了後、番組スタッフ各位と検討いたしましたところですね、当番組担当プロデューサー池田隆夫より、肛門にチューブを挿入し、大腸へ生理食塩水を注入しながらの放送はあまりにもこれやりすぎなのではないかとのですね、意見が出されました。これに関してですね、私の方からですね、肛門にチューブを挿入し、大腸に生理食塩水を注入しながらのバラエティにこそ、私興味がございますと、私ぜひやりたいと、というふうにですね、主張いたしましたけども、番組担当の池田プロデューサーより、肛門にチューブを挿入して、大腸へ生理食塩水を注入しながらでなくても、普通の企画をしてくれれば良いのだと、これは強い要望を、強い要望をですね、受けるに至りましてですね、家庭用腸内洗浄機を使用したバラエティ企画、これは一切中止にしなければならないという、結論に、至りました。至りましてですね、誠に申し訳ございませんが、肛門にチューブを導入し、大腸へ生理食塩水を注入しながらの、バラエティ企画を楽しみにしていただいた、リスナーの皆様へ、心より、通常ですと、私、この冒頭の挨拶といたしましては、この反省の量というのを単位で表すのは何かと思いますが、通常ですと、こう、1回目のお詫びに関しましては、500ミリリットル程度が妥当であると、このようにですね、専門家の方からご意見をいただきましたけれども、今現在、1リットルの
その反省においてですね、リスナーの皆様へのお詫びと返させて、さらしたいと思っております。それではですね、この後ですね、担当ディレクターの柳沢の方から、経過の説明並びに、ご挨拶を申し上げます。それでは、失礼します。ちょっとプライベートの方に入らせていただきます。リスナーの皆様、こんばんは。伊集院光る深夜のバカ力から担当ディレクター、柳沢誠です。今回予定されておりました、家庭用腸内洗浄機を使用したバラエティ企画の中止に関しまして、ディレクターよりご説明申し上げます。腸内洗浄の分野は、関係各位の研究開発、企業努力の結果、今日に至りましては、著しい発展を遂げたと聞いております。また、最近では、最近では、専門機関へと出向かなくとも、一般家庭で気軽にその効果のほどを体感できる家庭用のキットも、ごく普通の薬局において販売されており、発売されており、ゆっくり、リスナー皆さんにお詫びなんでお願いします。はい、約束されてた企画ができなかったってことに対する、はい、データからの、うるさい、もう、はいはい、はい、うるさい、効果のほどを体感できる家庭用のキットもごく普通の薬局において発売されており、美容健康の見地から特に女性の注目を集めているとも報道されている現状でありまして、個人的には伊集院氏の着眼点に賛同するところ大でありましたが、ゆっくりお願いします。心を込めてお願いします。僕らの大切なリスナーの方がお腹パンクしちゃう。罪の意識ですよね。罪の意識ですね、お腹がパンクするのは。はい、そうです、そうです。お願いします。はい。賛同するところ大でありましたが、私の上司にあたります池田隆夫プロデューサーより、肛門にチューブを挿入し、大腸へ生理食塩水を注入しながらのバラエティは、バラエティよりも、ごく普通のバラエティ比較をせよ、との、半ば強制的な、いわば業務命令を受けるに至りまして、断念したという次第であります。そのあたり、詳しいところを、当番組プロデューサー、池田隆夫より、ご説明申し上げます。俺も、早くもう、終わり。な、俺も、マジで言うことにちょうだい。プライベート入りますか。プライベートお願いします。プライベート、お願いします。プライベートお願いします。プライベートと入ります。こんばんは。番組プロデューサーの池田隆夫です。担当直入に申し上げまして、肛門にチューブを挿入し、大腸へ生理食塩。ちょっと待って。テイク2です。テイク2。こんばんは。番組プロデューサーの池田隆夫です。担当直入に申し上げまして、肛門にチューブを挿入し、大腸へ生理食塩水が一体なんか、挿入しながらのバラエティ企画を放送するなど考えられません。そもそも、ラジオの。ゆっくりお願いします。誠意が伝わらないですよ。ちょっと待って。そもそも、ラジオの深夜番組というのは、DJ のトークや、リスナーの皆様からのメールや、もう一回ですよ。そんなのないですよ。ストップ。テープですか、何ですか、何をストップですか。お詫びをストップです。お詫びはあなたがストップすりゃいいじゃないですか。こんばんは、番組プロデューサー池田隆夫です。担当直入に申し上げまして、肛門にチューブを挿入し、大腸へ生理食塩水を挿入しながらのバラエティ企画を放送するなど、考えられません。そもそもラジオの深夜番組というのは、DJ の特技やリスナーの皆様からのメールやおはがきを中心に行われるべきものであり、それがスペシャルウィークといえども、肛門にチューブを挿入し、大腸へ生理食塩水を注入するといったようなスペシャリティを求めるものではないのであります。私は番組プロデューサーとして、一社会人池田隆夫34歳として、そのようなバラエティ企画にゴーサインを出すことはいたしません。それでは皆さん、普通のバラエティ番組をお楽しみください。スペシャルウィーク企画全面中止事件。いやもうね、あのようなお詫びで番組を始めなきゃいけないっていう、もうね、もう本当に不徳の致すところですよ。まあ確かにね、TBS の社員であるところの池田隆夫が、
あ、ビビっちゃったっていう、ね、ブルっちゃったっていうのはあるかもしれませんけど、ただこれだけは分かってくださいよ。ね、企画なくなっちゃったけどいいやみたいなチャランポランな気持ちありませんよ。池田泣いてましたよ。池田なんか多分あのいろいろあったんでしょうね。なんかこうお詫びのコメントを取った後にしばらくお詫びルームのね、特設会見場ですよ。だから多分ね、もうすでにね、先週の段階で僕が腸内洗浄機をバラエティで使おうみたいな話をしてる段階で、おそらくもう TBS の 上層部が怒ってるんでしょうね。スタジオが貸してもらえなかったんで会見場がトイレになったんですよ、なぜかね。トイレになってまして、で、終わったドアを閉めたきりでしたね。池田プロデューサーはね。すごかったのは、これね、オンエアに耐えなかったんで、構成の渡辺さん、もう構成なんつったらね、これ企画をね、企画なんて自分の子みたいもんですよ。それを他人によって潰されたせいなんでしょうね。ギャーって最初言いましたから。イボジだからですよ。イボジだからなんでしょうけど。まあまあ、びっくりしましたよ。まあ、イボジと関係ないですよ。別にお詫びですからね。だから、自分の企画がなくなったことが、まるでイボジの人が、イボジの中央に、太めの異物を刺されたかのごとく、刺されたぐらいの悔しさですよね、あれね。ギャーって言って。前のレベルを振り切っちゃったんで使えなかったぐらいのことなんですよ。で、まあ我々もね、その完全にこの企画からの撤退がね、だから一切購入した、実際はね、僕は研究のために、研究およびリハーサルのために腸内洗浄のキットに関しては購入したんですけれども、一切番組内で使うことなくですよね。あれはもう池田プロデューサーの私物ってことになるわけですよね。今回普通にね、ハガキコーナーをやりですね、スペシャルをね、あとは、まあ、入ったばかりのアルバイトの、田代32君、若手芸人であるアルバイトの田代32君の日常生活っていうかね、どれだけ頑張ってるかっていう、そういう、それも普通のね、それも普通のテープがあるだけで、あとはすごく普通にやっていきたいなぁなんてことを思ってるんですけどもね。まあ僕はすごく不満ですよ、この企画が中止されたことに関しては。まあ最終的には中止してよかったとかすごくあるんですけども、まずですね、一番私僕が考えついた企画はですね、マリオカートのタイムを縮めるために使えないかってことになったわけですよ。ですから、マリオカートの、ある意味、マリオカートは前にマリオが乗ってて、後ろにルイージが乗ってて、その後ろに僕が乗ってるわけじゃないですか、ある意味。ね。で、その僕の後ろに、予備タンクをつけた。フェー、フェー、フェー。ガーンって出るじゃないですか。出た時から同時に、タンクのチューブ部分を開けるじゃないですか。そうすると、より早く走ってトイレに行かないことには、あっちは待ってくれませんから、ずーっともうそのガソリンが入ってますから、ガソリンがどんどん入っちゃうんで、行かなきゃならないだろうと。今までの最高記録が、1分、ベイビーパークで1分10秒375なんですけど、切るしかねえだろっていう。切んないと、爆発しちゃうだろみたいなことになって、これどうだって話になって、で、TBS ラジオっていうのは、ラジオ局ですから、あんまテレビとかが整備されてないわけですよ。それからあともうすでに、先週のトークの段階でちょっと風当たり強いの分かってますから、ディレクターの柳沢くんと、ちょっと俺の家でやってみようってことになったわけですよ。リハーサルとしてやってみようってことになったんですよ。最悪だね。最悪。あんなの、いっぱいいっぱいになってからトイレに行くことができないからもう。入り口のターボスタートってあるじゃないですか。そのターボスタートって言って、いわゆるこのシグナルがかかるペッペッペッペーンに合わせて、ちゃんとアクセルを押すと、ドバーって行くんですよ、そのカートが。あれがゴールした後に、トイレから2本前のところで出ましたからね、あのターボが。ボタン押してないのに出て、僕は意外にね、なんていうかな、こう、僕と家内っていうのはすごく今、夫婦円満にできてるし、あと家内も、
結婚しても8年9年経ちますから、僕もその中でね1年にまあ 1,2 回のペースで大体うんこ漏らしちゃってますから、家内もねうんこ漏らすことに関してはすごくそのフランクな態度で応じてくれるようになってるわけですよ。かなりあまたなのっていうぐらいになってくるんですけれども、アナル水の噴霧に関してはもう噴霧に関してはこれかなり怒られまして、噴霧するなと、お前はあの結婚式の教会で誓っただろうと、何時ね辞める時もね、ねいかなる時も噴霧をアナル水を噴霧しない誓いますかって言われて誓いますって言ったろみたいなことになりまして、まあ実際はね皆さんはものすごいすごいこう何て言ったらいいんですかね、ディズニーランドのアトラクション並みのアトラクション、ディズニーシーのアトラクション並みのすごい噴霧を思い浮かべてるんでしょうけども、すごい屈辱的なやつになりまして、これまずいなということだったんですよ。まずいなってなったんですよ。でも僕ギリまで本番やっていこうと思いましたけども、まず昨日この会見前に、会見はもう断念して撮りました。会見前にあったスタジオっていうのが、いつも録音に借りるスタジオっていうのはニスタっていうスタジオなんですけども、ゴスタっていう配置場トイレからものすごい遠いもうねはっきり言ってねトイレに着かないですよ、あれやっちゃったらギリまで。でクイズも考えてたんだよね、みんなでクイズをやって一問失敗するごとに500ミリリットルの賞金が与えられる、間違えるたびに500ミリリットルいただけるクイズってのを考えてたんだけども、でまたさスペシャルウィークの時期ってさ、いろんなところでゲストの録音とかが入ってるから、その、スタジオのねそのスケジュールがすごいタイトなんですよ。ここからここまでの1時間がその深夜のバカ時間から借りてるけれども、そのあと30分は小沢昭一さんが即入ってくるみたいなスケジュールで、即小沢昭一さんが入ってあのてんてれんてんになってなるみたいなスケジュールのスタジオしか借りられないから、これ後始末も無理だと。あのね、ただね僕は言ったんですよ最後まで、伊集院さんやばいと、実際問題まずはそのゴスタで録音撮りますよね、撮ってクイズにギブアップしたところで僕そのスタジオを出ますよね、まず出てる段階では僕何か出てる人だけですよね、ニョロって出てる小沢昭一さんのと入れ替わりだったりすると、小沢昭一さんとか日本の衛生事情の悪い時の人だから、いまだに海中が尻から出てる子がいるんだっていう感じになるわけですよね。それで多分まあわかりませんけど、その5、6歩歩くじゃないですか、その後ペットボトルロケットの容量で少し飛びますよ、少しバッシューって飛びますけど、そのペットボトルのロケットの記録の容量でトイレの前に着いた段階ではトイレでもうやることがない順番が違っちゃうわけですよ。でこれできねえなっていうね、まあ我々今回のことでかなりいろいろ落ち込みましたけども、その中でも一番落ち込んだのはまああれですよね、一番最初に皆さんにお詫び のテープを録音しまして、で録音が終わって帰ってきたら、フセインが捕まってたっていう世の中そんなことになってる間に何をやってるんだっていうことで、随分ね悲しいことにすごくなりましたよね。まあまだちょっと時代がね早かった、ちょっとだけ時代が早かったということで町内選挙に関しては、ただ一つだけ言ってきますけども、町内選挙自体に関してはちゃんと用途とか、それから目的ね、面白じゃないみたいなんですよ面白屋で売ってないですから、薬局で売ってますから、ね、面白屋でなく薬局で売ってますから、王様のアイデアで売ってればいいんですけど、王様のアイデアだったらもうゲラゲラ笑って使えばいいんですけども、王様のアイデアじゃなくて薬局で売ってますから、まだ面白へのねこう何開拓って進んでないと思うんですよね。で僕なんかに関して言えば、そのこれからアドバイスできますよ、もうすでに今回のことにおいて、お礼用じゃないんだよね。で面白いのがなんと肛門っていうことに関してまだ日本人っていうのは研究がなされてないよね。こうやって腸内洗浄をちょっとねスナック感覚でやりたいっていうだけで、こういう一個の放送局が決しからんとねまかりならんというふうに言うわけじゃないですか。言うっていうことはまだ理解が少ないわけですよ。ノズルにのところにね、すごいノズルが挿入しやすいようにある程度のこうなんか何そう中指ぐらいの大きさの
やつがついてるんですよ。中指ぐらいの大きさの前が丸めてあるその差し込み口みたいなのがついてるんですけども、あれってさ、みんな肛門の大きさって同じじゃないじゃん、全然違うじゃん。で、体がでかいからと小さいとか大きいとか大きいとかも関係ないみたいなね。だから、池田プロデューサーみたいに2年間のニューヨーク生活でもうカパカパになっちゃってる人いるじゃないですか。ニューヨーク、いや、個人的なことですから全然いいんです、それは。それは2年間は別に個人的に言ってらっしゃったことですから、全然いいんです、いいんですよ。そう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 。カパカパになっちゃってる人とかは、体ちっちゃいのにスイスイ入るんですけども、俺はなんかわかんねえけど、なんか、あんま入んねえんですよね。結論の小さいであるやつであること証明なんですよね。で、そのまま上に、肛門言うな！アナルン。アナルンメドヤンのさ、ピンクと緑のやつだよ、キャラのやつだよ。アナルンメドヤンのもしくはアナリンちゃんと菊座菊座工夫しなかったんだねえがねえ玉門が玉門も字はすごい綺麗な玉だけカタカナで門がひらがなで、それでこう門っていう字もすごいなんかこう丸とかすんまく綺麗に書いてドラえもんっぽく見せる玉門ね。玉門が肉厚だから長さが届かない、長さがそのなんかこういまいち奥まで行ってないようなのがあるんで、あれとかはちゃんともう何専用のお店とかを作った方がいいね、ちゃんとね。だからいずれさ、今はさ、こう、例えばさ、こう、ゴルフクラブでもさ、野球のグローブでもさ、オーダーメイドじゃないですか、一人一人個人に合う形のやつ。ああいうショップとかが多分できて、それでいて、昔のほら、江戸の粋な人とかはさ、キセルの模様とかにすごい凝ったりとかしたわけですよ。ああいう感じで、先っぽだけ持ってれば共有できるわけですよ、みんな。共有できるわけですよ。使い回しできるわけですから、先っぽだけすごいこう、なんかこう、バリエーションに富んでショップとかができて、で100年ぐらい後には鑑定団とかにザッて持ってくるような人がいたりとか、こうケースに入ったやつをテレッテレーみたいのをしながら蓋開けた時クセイクセイクセイっていう感じのやつが出るかもしれないですよね。ただまだまだ腸内洗浄の夜明けはすごく先だなっていう。あれですよ、僕はこの分野ね、開拓してますから、いずれテレビ CM とかもバンバン打つようになってる、くる、こう、なってくると思うんですよ。トップのその CM スターみたいな人が、なんかどんどんやるようになってきて、柴田彦とかが、なんかチューブによろって出しながら、やったりするような時代が来た時に、俺は先駆者として一言申したいっていうちょっとありますけどね。今週はね、結構忙しかったですね。で、忙しかったっていうよりも、基本的にはほとんどまた、ディレクターの柳沢くんと一緒に、また、このスペシャルウィークは、もう、腸内洗浄で決まりだと思ったから、俺なんかかなり決まりだと思ったんで、まあ、思ってたんでって言われても、お前間違ってんじゃんってことですけど、思ってたんですけど、コーナーが結構今少ないじゃないですか。だからやっぱりこう、特に1月に向かってコーナーを増やさなきゃいけないとか、そんなのも含めて、やっぱ会議をしようってことになるわけですよ。で、やっぱりこう、面白いコーナーを作ろうとか、企画を考えようとかっていうのに、こう、ずーっとまっすぐになってると、わけわかんなくなっちゃうわけですよ。例えば、腸内洗浄が面白いとか言い出すわけですよ。世の中の基準とかを全然考えずにね。うんこ巻いちゃったりしたら、ウケねえみたいな、そういうことになっちゃいますから、先週がそういう一週間だったんで、今週に関しては、割と、いろいろ家でそういう会議をするのだって、面白くない、俺が、たちがこう、面白いことをしてるときに、こういうのも面白くないってのが出てくるはず、みたいな話になりまして、で、面白いことをしようってことになったんですよ。で、結局、こう、家にあったビデオとかで見てないやつを見ようとか、そんなんやってて、見てないビデオってさ、面白くないから見ないんだってことに気づいたね。本当に見たいビデオだったら見てるわっていう結論にすごいなったね。なんかね、家にね、ずっとね、こう、友達からもらって、これ、見なよって言ったら、エルミタージュ幻想っていう映画のビデオがあって、で、それを、
こう、あ、そういえばこれ1年ぐらい前見てもらったのにきちんと見てないなと思って、ディレクターの映画とこれ見ようや、すげえらしいぜ、すげえらしいぜ、なんつって、一緒に見てたんですよ。したらなんかね、ロシア映画なんですよ、まず。ロシア映画で、なんか、もう、おっさんが夢をこう、美術館かなんかに行ったら、うとうとし始めて、ふっと気づいたら、なんかよくわかんないとこにいる、みたいな映画なんですよ。で、俺ここどこだろう、よくわかんねえな、って。みんな、俺のこと無視して舞踏会とかやってるけどよくわかんねえわ。いまいちわかんねえ。って話ね。90分間ね。だけど、それがすごい。で、俺も忘れてもらってる時に何がすげえか言われたの忘れて、この映画すげえすげえってだけ言われてたわけ。でいて、そのなんかすげえだけ残してみてたんだけど、最後の最後に気づいたのが、その90分の映画なんだけど、なんつったらいいのかな、ワンカットなの。カメラ割りを一切してないの。してないのね。延々とそのおっさんが、わっけわかんねえ、その宮殿の中をこう彷徨ってて、多分出演者300人ぐらいいるね。300人ぐらいいて、なんかこう、ちょっと部屋覗くとその中で喧嘩してる人がいたりとか、もう一個の部屋では舞踏会やってて、もう一個の部屋ではパーティーやっててみたいなやつを、おっさんが、なんだこれ、いつなんだろうみたいなやつをずっと言ってるだけっていう映画なのね。で、やっと90分終わったところで初めて、面白くなかったなって結論になったんだけど、ふと、ディレクターの柳田くんが、これ、ワンカメじゃなかったですかっていう、カメラ一台でカットしてなくなかったですかみたいな話になって、そんだって90分だぜみたいなんで、こう、もう一回見直すとカットしてないわけですよ。それでいて、今度、自分なら、この役ならやってもいいみたいな。だけど、いやじゃん、90分目に、なんか、その、ストーリーテラーみたいやつが普通に、なんかこう、みんな100人ぐらいが踊ってる舞踏会の真ん中を、誰にもぶつからないで歩いていくみたいなシーンがあるわけよ。その最後に、ぶつかりそうでぶつからないタンゴを踊ってるやつ、絶対やだね、みたいな話して、ため息ついてね。別に何の企画も出てこねえなっていう。やっぱね、面白くないか見なかったんですよね。おそらくね、面白くないは語弊があるんですけども、90分時間を使うにしては取れ高がすごく少ないっていうことですよね。あと何してましたかね。あと、でね、それでこう毎日、で一応仕事は結構ちゃんとおかげさまで入ってるわけですよ。入ってる中、最終的に土曜日かなんかに、そうだ、これ言っとかなきゃいけないわ。井上和歌に関して皆さんでしばらくすごくご迷惑をかけてまいりましたけども、可愛いの方で僕、可愛いの方で僕乗ることにしました。あのね、いやもうすげえムカつくわ。お前ら意義ありとか言うけど、本人見てみ、マジで。本人見たら、おめえらとかの、ね、その、じゃあいいですよ。おめえらって言った時に、おめえらドキッてする人ってラジオとかいっぱいいますから、僕の前座っている高生の渡辺とかが、の、お前のお袋に比べたらすげえ綺麗だよ。じゃあ言わせてもらえば。ね。そのね、だから問題があって、あ、僕自分の出たテレビをこれ面白かったから見た方がいいよとかあんま言わないじゃないですか。見た方がいいの一個ありますよ。愛のエプロン。あれいつ放送分だろう、愛のエプロン。珍しく今日マネージャーの小林くんが来てますんで、愛のエプロン、多分、来年分ですよね、もうね。お正月の雰囲気とかも終わって、割と普通にやってましたから、1月の中旬ぐらいの、感じのやつで愛のエプロンですよ。で、また、多分マネージャーの小林なんてはタレントのすぐそばにいますから、絶対気づいてると思うんですけど、あの日僕朝から 39.7 度熱があったんですよ。当然お気づきじゃないですよね。全然お気づきじゃないと思いますけれども、僕死んじゃうと思いながら愛のエプロンに行ったんですけれども、愛のエプロン、この回の、あ、井上和歌、それから篠原、ともえ、ね。で、それと、奥山よしえの3人がやってる愛のエプロンなんですけど、これね、テーマがね、あんこう鍋なんですよ。あんこう鍋。篠原ともえが、あのキャラのまま、一回軌道修正しようと思ってやめた、まあ、物割れそっくりだから、あえてやりますけど、グー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 のキャラですよ、クルクルーみたいなキャラですよね、ね。デスバッテン、デスバッテン
大名号の父をもみたかですばってんで、おなじみの篠原時代の完全なモノマネですけどね。もうあのキャラのまま出てて、それがアンコウの内臓に手を入れながら、それをぐじぐじにかき回してるのがもう絵として、ものすごいもうゲラゲラ面白くて、わけわかんない絵じゃないですか。それ自体はもう芸術の域に達してるわけですよ、それは。で、その時に、井上和歌、もう3が出てて、で、その時俺がずっと考えてることは、まあ、審議中だな、これ、とか思ってるんですけど、やっぱね、実際会うとやっぱ可愛いですわ。可愛いですわ。もうそれ合格でいいですわ。で、自分の中ではこう、触れてたけれども、俺は井上和歌可愛いでもう行こうって決めたんです、僕の中で。決めた後に井上和歌の作ったあんこう鍋出てきたさ、ね。で、まあ、なんたらいいですかね。あの番組ですから、これを言うことはネタバレにならないと思いますけど、美味しくはできないですよ。昔みたいに、なんか僕最近わかんなくなってるのは、チャーハンって言われれば、作れないと、やっぱアイドルって作れないよな、だけど、あんこう鍋って作れねえだろうと思いますもん、それ。井上赤ちゃんの悪いわけじゃないですけど、作れないですよ、そりゃそんなにうまくは。食ったらまずいさ、これが。すごいまずいさ。だけど一応僕の中でも可愛いの方に決めてるし、その方向で動こうと思ってますから、こう無理やり食べるみたいなことやってるわけなんですけど、やった後、その日の夜、ものすごいお腹痛くなってきて、悶絶するぐらいお腹痛くなってきて、のた打ち回るぐらいお腹痛くなってきて、バラエティー超えでお腹痛いのよ、もう。だけどもう、多分恋かな恋か大、あの、アンコウの腸を生で食うと普通になるのかな悪事のアンコウの腹の中に入っている腐れ魚じゃないですか、要は腐れ魚を生でお調子乗って可愛いな、美味しい美味しいみたいな、はいはいみたいに食べると、もうなんか漏れなくなるやつかなあれ。だって要はあれじゃん、砕いた貝が腐れたものとかでしょ、あれって要は中入ってるやつ。だって職人さんとかは要するに重点的に掃除するとこじゃん。そうじゃん、胃袋とか腸とか掃除するとこじゃんか。それ当然アイドルやらないじゃんか。それを食ってる上にもともと熱 39.7 度あるわけじゃないですか。で、そういう食ったらびっくりするぐらい。だって俺がすごい考えたの、やっべえ俺今日可愛いってことにした井上和歌ちゃんに人殺しの罪をしちゃうかもしれないって思うぐらい。家で悶絶してさ。だから日曜日の夜にさ、俺が家でさ、マリオカートでさ、大失態をした時にも、ほとんどさ、普通のこう、湧き水みたいな感じだったんですよ。なぜなら前の日に完全に洗浄されてるからなんですよ、それで。いや、あれはすごかったな。俺の勘では、愛のエプロン、あそこまで行ったら、来年、そうね、初頭にはね、フグ来ると思うよ。来年初頭には、いたずらにフグ来ると思う。生のあんこ食っていいっていう形になって、食うのもありになってきたら、もうこの先は、もう、フグか、毒キノコ鍋だよね、最初からね。なんか最初から食材は毒キノコですっていう。で、体力の内中に服部校長が、紫の輪に吹いて、倒れちゃってる感じのやつになるなっていう。そんなね、ありましたね。あ、俺やべ、2004年ないのかと思いながら、食べましたなぁ。あと、奥山芳恵ちゃんは、まあ、久々に見たなっていうぐらいかな。で、なんで可愛いかとか、そういうことじゃないんですよ。可愛かったんですよ、近くで見たら。いや、これすっごい難しくなってくるわけですよ。あのね、生で見ちゃうと可愛いとか、生で見ちゃうと面白いみたいな話になってくるんですか。生で喋ると面白いみたいな話になってくると、いよいよこれわけわかんなくなってくるんですよ。ただ僕が、その、グラビアで見てどうかとかじゃなくて、もう生で見た可愛かったんですから。だって、今まで生で見た人の中では絶対可愛くなってくるじゃないですか。殺されかけたけども、あれ殺されかけたけども、生で見たから可愛かったじゃないですか。だから言っておきますよ。だから思ったのは、井上和歌なんかよりもすごいことになってる。生で見てもお前ってやつはいますから、それに関しては後日報告したいと思います。後日行きたいと思います。だからね、テレビで見たり、グラビアで見たりすると、何、そうでもないのに済ましてんだよ、みたいな話になるけど、実際見たらすごい綺麗な子とかいるわけです、これは。これ、俺見たかいるんですよ、そういうのは。だけど、その逆もいるんですよ。テレビで見ると、まあまあ普通基準なんじゃねえのみたいな話なんだけれども、実際こう近くで見てみると、なんだこれみたいな感じの人もいるんで、テレビマジックもいるんですよ、これが。
でね、あのね、これはね、名前を出すなっていうパワーをマネージャーの目にすごく感じますから、なんか最近ね、本当にそういうことのために来てるんですよ。僕の目の前の人が。僕が、その、なんですかね、肛門から水を流してても何の手も差し伸べてくれないし、39.7 度あったところで気づいてもくれないんですけれども、なんかこう来るときには何か感じるんでしょうね。あいつなんか言うなっていうことで感じるんだと思うんで、まあ一応、今度番組の最後に、細かい、数字とかをずっといっぱい言いますから、みんなは暗号解読コードに合わせて、その名前なんだみたいな感じにしていっていただけると、これ僕の知ってる放送局からね、放送局がよくやってるやり方なんで、ね、なんですけどね、だから特定できないように言いますよ。僕はこの5年以内に会った人なんですよ。ね、5年ないし1週間以内に会った人なんですよ。なんですけども、その人がね、なんかものすっごい腹ぼったい顔で、顔ぶっつぶつなんですよ。で、言われました。ぶっつぶつとかいう言い方は何ですから、なんつったら、プラネタリウムですか？ね、素敵なプラネタなんですよ、プラネタ。プラネットなんですよね。で、がいたわけですよ。で、いて、すごい腹ぼったい顔してるから、この人と思ったわけですよ、僕。それでいて、僕はそういう、そのテレビ局に行ってる時とかはすごくジェントルマンですから、帰り道に、これ本当に、本心から、あ、風邪ひかれてるんですかって聞いたら、いいえって普通に言われましたんで、ああ、スタンダードモデルでああいう感じになる人なんだと思って、今日のヒントはここまでです。ヒントにはなってませんけれども、いや、ああいうのはすごいことですよね。びっくりしますよね。ヤンさん枠ですから、またヒント出ましたこれ。平成になってからヤンさんの表紙は何度かしてるはずですよね。あと、ここ2ヶ月も。発達になっちゃったよ、もう。やってるよね、ここ2ヶ月多分ね。やってるよね、やってるよね、って言われても困るでしょうけど、多分やってますよね。ほんと、それはすごくびっくりしましたよね。3ヒント目はお年玉ヒントっていうことで、お年玉の時に、ちょっと差し上げたいと思いますから、楽しみにそれはしていってほしいんですけれども、もうなんかすごい思いましたよ。ヤンキース松井、どっこいの話してらっしゃったのに少し、もうびっくりしましたよね。ライト兄弟っているじゃんか。ライト兄弟が、こう、動力飛行、俺すごいずっと間違えてんだけどさ、ライト兄弟ってさ、例えば僕がライト兄弟の絵描いてくれって言われたら、多分飛行機の下に自転車漕ぐやつみたいのつけて、でそこにまたがってるのを描くんだけど、ライト兄弟は人力じゃないの、あれエンジンで飛んだやつの最初なんだなんだね。でだけどイタリアの一部ではライト兄弟よりも先に飛んだっていうやつがいるらしいんだ。なんかライト兄弟をトップだっていうやつはおかしいよって、イタリアのなんとかってやつがトップなんだよっていうやつがいるっていうのをこの間、これは嘘つきやなくて読んで、で、あ、そうなんだと思ってちょっと興味を持って、イタリアでは誰、どこどこでは誰と言われてるけれども世界的にはライト兄弟みたいな話になってて、で、その本にはそこまでしか書いてなかったんで、ちょっといろいろ調べてみたら、そのイタリアのやつね、飛んでるらしいんだよ、本当に。でも、20センチしか浮いてないらしいんだよね。だからもうイタリアのやつはエンジンで飛んだんだって言ってるけど、石で跳ねてんじゃんみたいな、そういうので、なんかこう歴史の中に埋もれてるやつらしくて、そいつ面白いね。そいつすごい面白い。そいつがどれぐらい真っ赤な顔で、それ飛んだってライト兄弟の話するたびに俺だって言ってるかすごく知りたいですけどね。そういう根拠とかはないやつです。今日はもう嘘ばっかいっぱい出てきますんで、今日も嘘地区の泉、こんな嘘地区が湧いております。ごく普通企画、頑張れ田代32君のアルバイト日記。毎週毎週失敗ばかりの田代32君、いつもいつも怒られてばかり。そんなアルバイトの田代32君も今日も京都でまたまた失敗、なんと大遅刻をしてしまいました。番組 DJ の伊集院さんはもうプリプリ。そんな田代君のドキュメントを聞いてみましょう。おはようじゃないよお前、今何時だよ。あ、すんません。あ、すんませんじゃない、今何時だって聞いてんだよ。あ、すんません時かよ今。9時50分です。スペシャルウィークの何、こんなゆっくりアルバイトが来るってのはどういうこと。そうです、事務所のライブが。事務所のライブかじゃなくてさ。はい。事務所のライブも仕事がしてないけど、アルバイトも仕事でしょ。はい。
何一言ないんですよ、一言ないんですよ。あ、すいませんでした、遅くなってしまいまして。え、そのすいませんでしたはさ、はい、どれぐらいすいませんでしたか。え、いっぱいすいませんでした。いっぱいわかんない。じゃあさ、はい、一番すごいすいませんでしたがさ、例えばじゃあこれでいいかな、この、はい、ここペットボトルあるんで2リットルの、これがもう世の中で最高のすいませんでしたで2リットルだとするとさ、はい、お前の今のすいませんでしたはどれぐらいなの。いやもうそう、もう 1.8 1.8 比べよ、はい、1.8 リットルすいませんでしたらしいんだ。大丈夫。いや本人が 1.8 って言ってるなら 1.8 だと思うんですけど。いやろ、上野さん。はい。まあ、1.8 リットルぐらい余ってるけど、いいかな。ちょっと。あいつが 1.8 リットル余ってるのがいいだろうよ、謝らせれば。そういうことじゃないだろう。あいつが自分が今 1.8 リットル余ったんだよ。気持ちじゃねえと分かった分かった、まあ、だけど口で言うのは簡単だからさ、はい、1.8 リットルもすごく反省してますっていうのさ、はい、きちんと知ってもらうからさ、はい、あとここ人も通るし、ちょっと部屋帰ろう、ちょっと、はい、え、反省室、反省室、ちょっと、いやでも、え、1.8 リットル反省してるって言ったから1.8 リットルも反省すると思わなかった。俺たちちょっと今日は最高でも 1.2 リットル反省したやつがいただけだから、1.2 リットル反省したやつも、いや何が、何 1.8 リットルですか。 1.8 リットルだよ、 1.8 リットルも反省してんだろ。はい、あーすみません、1リットルです。いやいや、お前そんなことでした、そんなのおかしいだろお前。すみません、すみません、お前反省してます、すごい反省してます、本当だな。いや、さっきすごいって言いましたけど半分ぐらいですみたいな、ないだろそんなの。どうも 1.8 リットル反省したのには俺も驚いたよ。1.8 リットル、ああ俺たちのなんていうのかな、そのアルバイト若手芸人を育てるマニュアルにも初回は500ミリリットルぐらいから反省して、徐々になっていくと 1.5リットルで、反省がいっぱいになりますからってみたいな書いてあったから、あー知らなかったんです、知らなかったじゃない。反省する準備して、準備して、それはこれあのね、反省するときに、はい、いきなりすげえ反省するとあの血出たりするから、これ反省するところに塗った方がいいみたい。反省するところに反省するところに塗った方がいいみたい。うわー俺反省するところに塗った方がいいよ。あー分かりました。え、これは、あ、そうなんだ。反省するときにまんべんなくこう塗っとかないと、素直に反省できない感じになるから。はい、言うこと聞いてくれた。そう、それぐらいの量を反省の用意しとかないと、怪我する、怪我する。どう？あー、なんかちょっと。反省できそう。あ、もう反省できそう。で、それを、その先の丸くなってるところを、はい、反省の中に反省してみて。それで。このままですね。そう、つるってもう反省できるから、そうすると。本当ですか？どう？反省できるかな？あ、いたいたいた！いや、これ、ちょっと、あれ、たたたたた、いたたたたた。心が痛んでるんだよね、心が。はい、反省しました。反省した？思いっきり反省しますね。じゃあ、もうちょっと反省室で反省開始してもらうよ。はい。よいしょ。大丈夫かな？まず力抜いて反省しないと。反省が入ってかないから。お、一個ねえぞ、この反省。あ、痛い。もう、あっあー、なるほどね。もうちょっと浮かし気味がある。浮かし気味、あー。あー、怖いな。結構勢いよく反省してんだ、お前。本当に悪いことしたと思ってんだろ。いや、本当反省します。俺たちの時はこのペースよりはもうちょっとゆっくりめに反省してたけど。本当ですか？おぉ。あー、怖い。
いや、頭ごなしに怒っちゃったけど、結構田次郎反省してんな。いや、もちろん反省しますよ。もう、ああ、またやっちゃったもんな。うん。もう、ライブでも怒られて。まあ、そりゃそうなんだよ。若手芸人だからね、ライブ優先はいいんだよね。いいんだけど、っていう感じになってくるな、この、はい、この減り方は。これ、要するに俺の怒りが減ってんだよね、これね。このタンクの中から、タンクって言い方おかしいけど、このタンクの中から今どんどん俺の怒りがすごい減ってって。急速に、いいじゃん、怒りが減ってってことよ。急速に、お、早っ！お前500本も反省してんの？はい。あーもう。どうなんだ今の気持ちは。今の気持ちはです。もうほんと、腹が痛いですね。あ、あれだ、プレッシャーだ。プレッシャーだ。ちょっと言いに来てんだな。はい。お前、なんか、器のでかいやつだろ、お前。今までの俺たちの反省の、やっぱあれだな、若手で謝り慣れてっからな。全然その辺、心から反省してるやつはね、スーッと怒りが引いてくもんね。ああ、すげえ、謝ってもらえて嬉しいっす。うん。今、一人と謝っちゃったもん、早くも。ああ、はい。お前目が変だぞ。大丈夫ですか、なんか僕の体大丈夫ですか。僕の体そんな怒り方はおかしくて分かんないよ、そんなのはお前にしか。いや分かんないですけど、とにかく腹が痛いってことは本当になんですけど、この減り方が出て尋常じゃないですよ。お前な慣れてんのか。いや慣れてんのか、この間こんな反省初めてです。すげえ、もう1.5 ぐらい来てるわ。こんな反省初めてですけど。反省リミットじゃないか、俺もしかしたら。反省リミットだな、これは。はい。よし、え、よし、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。また閉めちゃう、閉めちゃうんだね、やっぱね。やっぱ閉めちゃう。反省また一人になりたいのね。はい。すげえ反省してた、あいつ。ありがとうございます。ああんな量じゃねえよ、入った量、入った量じゃねえよ。どっか行っちゃったぞ、あいつ。あんな量じゃねえ、大差発生した量。なんか反省が出てこない。あれ？伊勢さん、あいつ四次元隊長だ。四次元隊長だぞ、あいつ。四次元隊長。言っときますけど、池田プロデューサー、これは僕らは止められてることは絶対やらないですから。なんか疑ってるかもしれませんけど、機材も買ったし、田代もお精神っていうんで急に思いついてやっちゃったみたいなことを疑ってるんじゃないですか。違いますって、あれだよね。耳の中にスポイトで気流さんを入れてるわけで、全然番組的にはそれを面白がってただけですから、僕らはそんな町内全場面白がるようなことしませんもん。そっちの方は俺やるなって言われてないですから、反省しろ、反省しろって言ってドクドク言ったんですけど、なぜかびっくりしたことに、1.5 ちょい入ったにもかかわらずですね、リターンが全くないんですよ。どうなっちゃってんですかね。あんな入ってんじゃねえの、あいつ。あいつは泣いてんじゃん。毛根から出てきてんじゃないか。もしかして毛根がお留守になってるから、今、かなり32歳にして。あれですよね。あれびっくりします。才能だよ。才能。今まで、いろいろこう、いろんな、田代32君は、いろんなパネルトークみたいなの今までやってきて、一人芸をやってきましたけれども、あれをやったいと思う。あれを少しやったいと思う。どうもーなんつって、出てきて、田代32ですって、相方の、トプ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 トみたいな、ちょ、急ぐな、みたいな、一国堂との、人形がタンクになったみたいな形の、一国堂っぽいんだけど、ね、すごいね。なんだな、今日はですね、クリスマスっていうことでシャンパン入れちゃってますみたいなやつで、ね、口に加えてコルクとかポーンとか出すようなやつをやっていくと俺は絶対いけると思うよ。で、今日桐畑徹君が僕のアドバイス通りね、
今までは漫談を やろうかと思ってたけれども、もう、なんとか温度みたいな、温度を歌ったら絶対売れるからっつって、どっつまりだったらしいわ。そのライブで、話にならねえほど、足腰立たねえほど滑ってたらしいから、絶対ね、いけると思うわ。新しいもん。絶対俺が言ってるように、もうこれ変な話、腸内川柳流行るから、これからもっと。で、ほんとびっくりするのは、結構俺テレビ局のメイクさんとかに、腸内川柳と女の人ってどうなのって言ったら、結構食いついてるから、モテるよ相方がね、相方がね、田代さんにはモテないかもしれないけど、相方のタンクが、タンクの方が、ね、絶対すごいモテますから、あれ多分新しいゲームだし、まあ他の人やってないでしょ、腸内川柳トークみたいなやつ。全然やってませんから、で、ほら、お客さんとかにジュースを買って入れてもらうとか、そういうなんかショーみたいなこととかもすごいできると思うし、鍛えていけば、口から溢れちゃうみたいな芸とかも全然やっていけると思うんですよ。あとほら、ネオンテトラとか、ああいうのをこう入れときながら、ずーっとこう下がってって、こう水位が下がって、やばいっす、ネオンテトラ死んじゃいますよみたいなこと言って、お客さんに高価なね、ミネラルウォーターを売っていくみたいな、新しいゲートもできるし、綺麗じゃん、大地。ネオンテトラ、すごく。で、やれるって、あれってね、結構ね、どん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 溜まっていくと、逆に、こっち側が決まっちゃうと、水力が戻っちゃうじゃないですか。あのやり方で、ネオンテトラがチューブの中すっごい泳いでくんだけど、みんな一斉に戻ってくみたいなやつで、クリスマスイルミネーションみたいな、それあんじゃん。工事現場をさ、チューブみたいな中にいっぱいさ、豆電球みたいな入ってるやつあるじゃないですか。ああいうのみたいにしてやっていくと、すっごい評価俺上がると思う。エンタの神様出れると思う。すごい、絶対出れると思うわ。どっちが歌ってんだよ、バッハでゴリラ。いやね、本当はね、僕としてはね、それはその企画的にはね、僕の今大ブレイクしてる、腸内川柳やりたかったですけれども、やっぱそれをプロデューサーがね、ね、プロデューサーが唯一こう TBS の社員なわけですから、から、ストップが出れば僕らやりませんよ。やっぱ今日も普通の番組をすごくやってきたじゃないですか。で、プロデューサーがこう言ってたのは、普通の番組をやってくれと、普通の深夜放送をやってくれって言ってましたから、僕思ったんですよ。一つ抜けてることがあった。普通の深夜放送の DJ っていうのは、若者のね、辛いこと、悩みね、怒り、それをね、こう、受け取るってのは僕の仕事だと思うんだ。ね。で、僕はやっぱりしかも、36歳にして深夜番組の DJ をやってるわけだから、今そういうヤングたちがすごく、もう腹に収めきれないようなこといっぱいあると思うんだよね。そういうのを全部飲み込んでやろうと。俺の腹に収めるよと。ね、あれにサンドバッグですよ、そういう意味じゃ。そういうのがある意味ね、深夜、DJ の仕事なんですよね。だから、今から10分後、まあ、ワンコーナーあとやった後10分後にエンディング始まります。エンディングのところで、皆さんの怒りを、僕一つ、腹に収めてみたいと思いますんで、ファックスでですね、最近これに対して腹が立って DJ どうも腹の虫が収まりませんと、ね、DJ に言うことで収まりますからっていうね、ファックスをください。ね、なんかこう、なんつったらいいのかな、田代32君に、あのジャンルを奪われたくないって言ったらいいのかな、というところで、やってきますから、じゃあファックスに、あなたのね、今の、そういう怒ってることを腹に収まりきれないようなことと、それからあとね、どうしようかな、どれぐらい怒ってる方が選べなくなっちゃうから、なんか怒ってるのに単位つけてみる。じゃあ、僕は、今怒ってるのを、漫画本にして5冊ぐらいみたいな、わかりづらいよ、漫画本っていろんなもんがあるから。それがなんか最近のその結構熱い単行本なのかとかがわかんなくなっちゃうじゃんか。ダミーオスカーのなんか特別版のやつすげー出てるやつみたいなかどうかわかんなくなっちゃう。あれどう？ミリリットルで決めちゃえば。ミリリットルでなんかこう、これぐらい怒ってますみたいのもらえれば、シンプルになるしみんなわかるじゃんか。ね。だって怒ってる時にこう、アドレナリンのなんか逆のやつとか湧くわけだから。だから今こういうことで怒ってて、何ミリリットル怒ってますっていうの書いてくれたら、中の1名のね、怒りをエンディングで、ただお前10リットルとか怒っちゃってダメだよ。そういう気の短さ。そういうなんかさ、やだな。切れる世代だろ、お前。ねえ、切れる世代じゃなくて、もっと温厚な人頼むよ。温厚な人ね。割と、このスタジオからは、うまく言えないけど、トイレがすごく近いは近いけれども、限界はあるからね。ファックス番号東京03-5562-9540。東京03-5562-9540で、DJ 待ってるよ。シンプル2003。
ャラクター2000シリーズに習ってですね、こう今まであるゲームのシステムにこう人気者のキャラクターをつけることで、ね、めちゃめちゃ面白いゲーム、売れるゲームを作っていこうっていうコーナーですけども、最近ファミ通とか読んでたら、チュンソフトって僕好きな会社なんですけど、チュンソフトから金八先生出るらしいね。でもチュンソフトだからゲーム自体は間違いないと思うんですよ、基本的には。お、今の流行る。流行る可能性あるな。ねえ。ゲーム自体は。そこが流行んのか。そこじゃないような気がするな、俺。だけどほら、金八先生を入れることで、両方、こう、その、中ソフトのゲームが好きな人、金八先生が好きな人が両方買う可能性があると。これはもうまさにね、このコーナーと同じ概念なんですよ。じゃあそんな中今日はどんな人気者のゲームができるのか。東京都ペンネーム、ジミコンさん。シンプル2000、裸の大将、ザ・電車でゴー。画伯のほのぼのとした絵が描かれているパッケージに惹かれて買ったのが大失敗。普通の電車のゴーの上級者コースは、工事などで突然減速しなければならないポイントがあって難しくなっているのだが、こちらの画伯版はそんなものではない。線路端に転がっている食べかけのおにぎりや、ちぎり絵に使った折り紙の一部を見つけたら、画伯がいるので注意と言われても、1センチ四方の折り紙の切れっ端なんて見つけられるわけがない。一番難易度の高い、新幹線編、240キロで走りながら折り紙を見つけられるわけはなく、しかし気がつかないと画面は真っ赤になるし、これじゃ単に画伯を歴史させるためのゲームじゃないか。サイレンでも刺激が足りない人なら。そうですけどもね。音楽自体はすごくね。飛んでく画伯がスローモーションで見れるっていうのがあるんですけれどもね。最後ね、あの再生画面でね。で、そうするとこう、ゆっくりスローモーションでこうやって行って、うまくお地蔵さんの横にスコンって並んで、で、それうまくこう、巡査とか村の人たちが追っかけてくるやつをこう、ちゃんとクリアできれば、それはそれで高得点みたいなところにつけていけば、絶対これ面白くなるわけですよ、絶対。これ絶対売れますわ、間違いなく。新幹線も画伯が上手に新幹線も何系ってのは僕知りませんけど、すごい靴べらみたいだったじゃないですか。あれの上をコロ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 って一番後ろのところでシュパッて立って、新幹線は兵隊のくらいで言えば大将だな、やっぱりっていうセリフも出ますから、そのセリフとか聞いた時にはなんかまたほのぼの感みたいなのもすごく戻ってきて、これ楽しいゲームになると僕は思いますけどね。もうこれは売れること間違いないですよね。あれ、これ流行るかもしれない。ワウレルコ。ここがすごい流行る。ここが流行る可能性すごくありますよね。僕は個人的にはね、最近めちゃめちゃ再放送してる10代喋り場のゲーム売れるような気がするんですけどもね。10代喋り場の単に、映像がいっぱい入ってるだけなんですよ。だけど、そろそろ1期生の奴らが出たことを後悔し始めてると思いますから、1期生の奴らに、これ買わないと流通するよっていう、そういう形で、まあ、いわゆる DVD の名場面集なんですけども、お前買わないと、なんだかわかんねえけれども、なんかこう、お金で愛は買えるのかみたいなこと言ってたよね、みたいなやつ。あと、言ってたね、総理大臣になるって、みたいな人にいっぱい持ってくと、多分結構な単位で売れていくと思いますんで、これは結構行ってみたいと思いますね。ちょっと短くてごめんなさい。CM を挟んでも DJ がね、みんなの怒りをバンバン、腹に収めていくよ。やっぱりね、DJ としてはね、今若者が腹に収めきれないぐらいの怒りをね、どんどんこう吸収してね、それでこう、明日からまたさ、残り少ない、その、学校生活になるかもしれないけど、その学校生活を楽しめるように、笑顔で楽しめるようにしていかなきゃいけないってすごい思うんだ。時間は稼いでないよ。時間は稼いでないけれども、4分も収めちゃった場合にね、ペースによっちゃすごい大変なものになっちゃったりするからね。まずは、どれ、ちょっと渡辺くん、何ジュース飲んでんの？ペットボトル持って。あ、ジュースよね。後にして、終わってからにして、そういうの持って、座る位置とか違っちゃってるから、まずはね、港区のペンネーム青緑くんから、オレオレ詐欺がちょっと許せないと。で、あと、アヤパンの団子っぱなも許せねえと。で、オレオレ詐欺に関しては 20ml で、アヤパンに4リットル入っちゃってるんだよね。で、無理なんだ。アヤパンに対しての怒りみたいなものは、持続して、それ、アヤパンムカつくっていうか、ムカつくかどうかじゃないけども、アヤパンの調子に乗り方みたいなことに関しては、なんていうのかな、それを、
糧に頑張ってよ。それにか、それを糧に頑張ってくれなきゃきついから、ちょっと待って、そういうの。なんだかわかんない器具を俺の前に出すのやめてくれ。これマイク、マイク。あ、臭い。これ違うよ、これ。これすごい違う。マイクじゃないよ。びっくりしちゃうじゃない。それからですね、あとはですね、他にはですね、これとかですよね、ラジオネーム、ドグサレ坊主さんがですね、30目前なのにまだ童貞で、これ怒り浸透ですと。ああ。一ガロンって言われちゃってるんで、ガロンじゃないから単位、怒りの単位ってのはミリリットルだから、これガロンのものはこれ受け付けられないよね。これね。それと童貞で28歳とか29歳の童貞で怒ってる場合じゃないってことを、横でペットボトル持ってるやつが思ってますから、これはね、これ29で童貞で一ガロンだったら、これ、うちのこのペット持ってる人だったら相当な画廊になっちゃうからね。最後はそうですね、ペンネーム、小川対大井さんがさっきコンビニでお弁当温めてくださいと言ったらはとか言い出したあの店員に、2リットルと違いますよ、はですよ。それはだから間違ってそういう被害妄想すごく多いよね。で最終的にはですね、東京です。だから笠原明さんからですね、巨人と入木のゴタゴタの後味が悪いっていうことで、これで時間内いっぱいまで行ってくれるってことですから、次はちょっと俺ごめんね、マイク装着するわ。まあね、それあるよね、やっぱ野球好きな人にとってはああいう、あ、ててローションじゃ、ローションじゃなくて、なんかその面白い汁まあね、俺も DJ もさ、日本ハムファンだからさ、ああいうさ、なんかポスティングとかするために日ハム来るみたいな嫌いなんだけど、そういうのやられちゃうとさ、な、日ハムは腰掛けなのみたいな感じになっちゃうでしょ。オッケーオッケー、いけるよ、あげられるよ。あいしょ、来てる来てる。あいしょ。ね。まあさ、なんていうの、野球やれれば幸せみたいな人がね、やっぱりちゃんとプロ野球に入ってもらって、これで活躍してるじゃん、メジャーとかいうのは。あのね、渡辺くん。上げすぎ。角度上げて圧がすごいでかくなってくるから、ちょっと上げすぎみたいとか。あのね、なんつったらいいのかな、ただ、入木も頑張ってくれってことを言いたいんだよね。もう収まってね、みんな怒り。あのことに関しての怒りは収まってるような気がするんだよね。てか俺、ちょっと計算するの忘れてたのは、この時間番組やりながらすっげえ飲んでんだよね、俺お茶とか飲んでんだよね。上から下からの上下で来てんだよね、上下で来てる。あ、これ、このスタジオって次誰使う？ゆうりさん、たけろうさん、たけろうさんって鼻炎だといいな。たけろうさん今鼻炎とかそういう情報とか来てないかな。まあとりあえず来週、あ、すごい。